さあやっていきましょうか。あ、えい、トゥ。前回ね、すっごい短いパートで、もしあれちょっとめっちゃパソコン固まって戻っちゃった。前回めっちゃ短いパートで、ね、申し訳なかったです。まあ一応ね、クレア裏辺を当たってる。さすがに警察官は基礎ステータスが高かったってことかな。あれ、オッケーオッケー。もうさすがに死んどるやろ。ということでね、まあ、クレア裏辺をね、スタートして、いくわけなんですが、これは今回はあれなんだ。立ち上がってない設定になって、あれ待って。あれいなかった、あれ死んでなかった、グレン。生き返ったの。おはよう。まあ、そんなことはどうでもよくて、来てるね。じゃあ、ちょっとバレないように、そーっと、とりあえずお花のないゾンビ。え、ゾンビがこっちにいるから、とりあえず取れるアイテム取っちゃって、こっちもくるっと、んでなんかあれ、ちょっとパソコン調子がおかしいかもしれないぞ。やばいやばい。でここカチャコンと。OK、じゃあ、あ、そっか、あれだ、ここにゾンビがいなくなってるから、こっちにゾンビが大量発生してるんだっけ。いるね、誰かいる、いるね、誰かいる、いるよ。服装の変わったグレンがいるよ。すげえ服がテカテカになってるけど、あ、アイテムボックスすらない。そっか、ここゾンビ、あ、ちょっと待って、マービン節操のない、本当にもう、ほら、ほら、オッケー、倒れた。ちょっともうちょっと体力高くないの？大丈夫？そんなんで。切っとく？生きてんでしょ、どうせ。2発で倒れるやつじゃないでしょうに、あなた、ほら。マービン、安らかに。あ、生きてるね。生きてますね。まだ生きてますね。もうここまでいったら。生きてますね。どうしようかな。ちなみにね、あのパソコンを、かわいそう。あのパソコンを残念ながら起動してしまうと、白いロングコートのね、ストーカーさんが徘徊するようになってしまうんで。え、ちょっと待って。破れた紙片ってあったけどさ、破れた手帳と。あれ、どうやって持ってきたの？あ、いや。開いたね。これは何だった？ライオン、獅子、王冠、炎、蛇、なんか、超適当、双子、アーブ、鳥、なんか、ダメだ、全然ダメだ。あ、そっか、裏辺ってあれか、なんか画像じゃない、写真フィルムを解放することで、なんか、テレレレーってなるやつだったっけ？そんな気がする。そっか、じゃあもういいや、このまま進んでいくしかないね。なんか嬉しいのか悲しいのかよくわかんないんだけど、友達がさ、最近その僕の動画を見るようになった友達がさ、なんかお前初めて実況したバイオ RE3 の時の方がなんか勢いだと面白かったけど、なんか今こんな落ち着いた感じで喋ってて全然面白くないんやけどっていうね、ごもっともなご指摘をいただいてね、ちょっとね、まあ、とは言いつつもね、やっぱね、あの時は初めてだったっていうのもあるし、なんか初めてでね、今気合が入ってないってわけじゃないけど、なんだろうな、今ちょっとその夜中にいそいそと一人でやってる、あの時はその嫁さんが後ろでね、編集さんとしてね、頑張って見てくれてたっていうのもあって、やっぱね、一人でね、ペラペラ喋るのとね、誰かが一緒に見てくれてるっていう感じで喋るのとね、全然やっぱりこうなんか、うん、勢いが違ってくるっていう感じがするんで、なんかこう そこがやっぱなんか、うん、違ったりするんで、まあ、そんな言い訳はね、ご法度っていうところなら、あ、もう重々、もう本当ご指摘の通りでございますさーっていう感じなんでね、ちょっと頑張ってね、あの時のテンションを取り戻しながら、ベラ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 喋っていけたらなというふうに思います。で、ここカチャコンテンツ、これはね、表編とね、全然変わらない感じでね、開けることができるんで、ただ、ロングマガジンで、今回これ、13発入るハンドガンから26発入るハンドガンになるんだけど、特に今回、ハンドガンの弾っていうのが、そもそもガンパウダーでしか生成できないっていうことがあるんで、それはもういいやということで、今回はもう置いていこうと思います。今回だから手に入るのがハンドガンの通常
の9ミリパラ、あ、9ミリなんちゃら弾の代わりに45口径の大型拳銃が手に入るっていう話になるんで、そっちを、ね、中心に取っていこうと思います。で、今回もクリア編なので、基本的にはもう、硫酸弾を集めてやって、だからガンパウダープラス、なんだっけ、強化薬なんちゃらってやつかな。で、やっていこうと思っていますんで、硫酸弾。で、余ったら、まあ、半玉か。うん、で、裏辺はね、ここ実はね、もう出てくるんですよ。まあ、最初のね、もともとのバイオハザード2の本編の方でも、この廊下で確かリッターがね、最初出てくるんですよ。ワシャってなんか出てきて、ほら、いるでしょ？いる。うん、だけど、ここはまあ、慎重に慎重に歩いていけば、なんとも問題ないというところなので、このまま慎重にやる。ここでゾンビがもし出てくるってなると、俺はもう発狂して慌てふためいて、ぐわーって逃げる。けど、出てこなさそうなんで、このまま慎重に慎重に歩いていこうか。ここの廊下をもう、プレイヤー裏辺だったら、二度と歩くことはないんで、多分ね、ハートの鍵さえ持ってれば、逆方向から行けるはずだから。よし、OK。じゃあこれ取って、こっちにわざわざ行く必要もないから、アイテムあったっけ？あれ？ここに、あ、じゃあ、あれ？R3、カルロス編か。なんかカルロスの時の警察署と、ここの警察署で、なんか時々にアイテムの配置っていうのかな、ごっちゃになってる。あとゾンビとかの配置が、いろいろごっちゃごちゃになっちゃってるから、まあそれはご愛嬌ということで、どっちもやるとやっぱりね、だからカプコンさん、そういう意味でもね、RE3 がね、ちょっとね、使い回ししてるっていうのがね、ボリュームも少ないし、RE2 も少ないしっていうね、そこはやっぱりちょっとね、ファンからすると、ちょっと物足りない感があって、売り上げも数も伸びないのかなっていう感じするけどね。うん、だって、1年後発のさ、バイオハザードブレッジの方が、まあ、売り上げが高いわけだからね。ここで、ぐるっと振り返ると、相変わらずエナジードリンク欲しいおじさんがいるっていうね。はいはい。クリティカルヒット。ここは何回か通るためになるので、もう今のうちにね、お尻から上がってくる。あんな立ち上がりする。あの片腕は一体、果たして誰に食いちぎられたんだろう。ゾンビなのかな。あ、生きてる。ナイフは極力取っておきたいけど、まあでもね、弾もやっぱ温存しとかなきゃいけないかな。だってナイフの使いどころっつってもね、リッカーをぶった切るか、G1 をぶった切るかくらいしかないもんね。G1 もナイフで切り刻んで、極力弾節約しつつ、手榴弾で、あかん、どうしてもマッスル君の影響のせいで、手榴弾って言ってしまう。梅田さんも罪やわ。あの子を取り上げるから。うん、OK。はい、大丈夫。で、ここのアイテムもあれかな、 SLS60 の、なんだっけ、リロードする用アイテムになってくるのかな。うん、さすがに同じとこ3周目になってくると覚えてる気がするけど、違ってたらごめんなさい。違う、あれなんか違うな。 NDA、 あれ NDA ってなんか細胞かなんかの名前だった気がするな。あれ？何だったっけ？さ、偉そうに3周目だからもう問題ないわとか言っときながら、めっちゃ問題あったわ。ちょっと待って。文字、あれどこ行った？名札。あったあった。OK。次。先にこいつぶちのめしとくか。はい。じゃあ、一発おやすみなす。あれ？おやすみな。あれ？おやすみなす。あれ？ちょっと、おや。寝ろよ。寝ろてばーよー、寝ろてばーよ、引っかかってるばーよー。オッケー。どうしたらいい？男だけど後ろからはめてって感じの格好になっちゃってたけど、いや、私のバイオハザードはけん、あれちょっと、間違えた。あー、もうちょっと忘れたかな。また急915まで覚えてるけど、その次が何だったか忘れちゃったな。まあいいや。さあ、じゃあここ開けてか。ちょっと夜中だからすげえ、あくびが。あれ？ここあれだな、SLS なんちゃらかんちゃらだから開けなくてもいい気もするけどね。ちょっと待って。もう一回もう一回。
もうなんかね、ベラ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 喋りながらやってるって、ね、頭回んなくなっちゃってね、唯一あのポータブルケースを開けるのがなんかうまくいってるっていう、なんかちょっと謎の現象が起こっとるんやけど、ちょっと待って、くしゃみがめっちゃくしゃみちゃって、咳がめっちゃ出そうな音がいて。いやごめんなさい。スピードだやっぱな、そうか。これいらないよなぁ。なんか、お亡くなりになったゾンビたちがすげえ格好でそれぞれなんかぶっ倒れてるみたいな。面白いよね、これね。よし、じゃあ、こっちは問題ない。問題ないというか、まあ、アイテムはもう後で回収しに来る。一旦この積んできて、あ、もう入ってきてるわこいつ。マジか。あれここそんな感じだったっけ。じゃあもうあれ、防ぐ。あ、全然、おっぱい、ちょっと。あ、健全な動画でございますよ。え、終わり？なんかね、後からわーとか言ってそうで、わーって怖い動画で、わーってなってるんで。初組、あ、ちょ、初組やつじゃねえや。お前もう、お前、鶏並みの記憶力しかなくなってるの。操作がクソ下手くそなんだけど。とりあえず、これはいる、いらない、いる、いらない。ナイフさえあれば OK だから。で、とりあえずはアイテムはこんな感じでいいかな、うん、よし、じゃあもうちょっとだけアイテム回収していきましょうか。ちょっとできるだけのねアイテム取っておいて、次進める時のねあのちょっと楽にしていきたいと思うので。あいつ生きてる、なんかね、あいつね倒れた後に一回打ち込んでもなんかなんだかんだ生きてたりするから。こちらね、いないね。どっか行ってるね。あ、あっちいるね。君はいるね。ほい。あ、下がり方がコミカル。2発。なるほど。大型拳銃の利点としてはやっぱ2発で倒れさせることができるから。あ、おお、本当に2発で倒れた。よし、じゃあ女系か。女系か。なんかあれだよね、JR の職員とかさ、この女警官のさ、なんかちょっとブルーのシャツっていうのが若干こう、エロさを増すというかね、まあ、ただ残念ながらのボタンを上まできちっとね、止めてるから、前かがみになった時のね、だから健全な動画なんですよ。健全な動画なんで、そんなこと言っちゃダメよ。まだ起き上がってるね。はい、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 はい。はい、ご少々様です。じゃあ、ここをカチャコンしといて、ハメハメしておいて、でね、さっきのモニターがあったじゃないですか、警察のホールのところ。あれを覗いちゃうと、白い巨人が襲ってくるようになるんだけど、こっちのスターズオフィスの方に行っても、白い巨人ちゃんが出てきちゃうようになるんで、一旦はまだここね、開けずに、できるだけのところをこうちょっと回った状態でね、いろいろサクサクと進めていきたいというふうに思います。まあ、サクサクかどうかは分かんないけど、とりあえず、粛々と進めていく感じ。あ、ここで手に入るんだったっけ。でもなぜかここにはポータブルセーフの取扱説明書がある。じゃあごめんなさい、アイテムマックス取っちゃったんで今できない。あ、やっぱ起きてるよね。そりゃそうだ、2発で倒れるわけがなかろうもん。あ、ちょっと大型拳銃あんまないんだよ。ナイフやばいね。ナイフが血まみれになったね。もう赤いピンチになっちゃった。もうピコンピコンって、ウルトラマンっていうところの3分経っちゃうから、もう間もなく終わりますみたいな、そんな感じになっちゃった。OK。どうしようかな。アイテム、アイテム。こんな感じかね。よし。じゃあ、そうだね。区切り悪いんですけれども、一旦ね、ちょっと収録時間の関係もあるんで、ここで終わりにしたいと思います。ということでね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけたら嬉しいです。一旦ここで区切ります。お疲れ様でした。バイバイ。